蒸したもち米で餅をつくもち米とは、餅性を持つ米の品種群。餅性とはアミロースを全くあるいはほとんど含まない作物の種類を指す。餅の一字で餅米を意味することもある。同ーの字として、餅があるが、本来、餅は、餅性の黒粒などを蒸した上でつくなどして作られた、食物を言うのに対し、餅は、アミロースを全くあるいはほとんど含まない性質を持つ。 作物を指す。ただし、近年では、もち米と表記されていることもある。もち米に対して、アミロースを含む粘り気が少ない米は売るちまい、売るという。主に、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、タイ王国、ラオス、インドネシア、インド、ベトナム、ミャンマーなどで栽培されている。タイのイサーン地方やラオスでは、 主食とされ、ラオスでは、米の生産量割合の85%を占める。商用樹林文化に属する地域では、しばしば晴れの食材としての役割を持つ。日本においての米の生産量割合では、全体の3%から5%程度となっている。ウルチ米は、主要部位の配入が淡い半透明であるが、持ち米の配入は白く不透明である。東南アジアでは、 インディカ種のもち米が多く栽培され、下皮の黒い黒米のもち米もある。もち製の品種のデンプンは、調理時に強い粘性を生じるという特性を持つ。デンプンの成分の点で、もち米は、ほとんどがアミロペクチンのみとなっており、このアミロペクチンが、餅の粘り成分であるため、もち米は蒸してつくと強く粘るのである。ただし、栄養学的には、ウルチマイとの差は、ほとんどない。 なお、うるち米でも、炊いた米を、お湯につけて、アミロースを抜き、再び蒸してつくと、タガネ餅という餅にすることができる。餅米は赤飯、おこは、メッシュ蒸し、中華風のちまきに用いたり、つき餅やねり餅にするだけでなく、粉砕して、白玉粉や同明寺粉などに加工した上で、あられや団子などの菓子原料に使用する。また、酒安の醸造原料としても用いられる。 なお、餅の品種のある植物としては、稲の他に、トウモロコシ、大麦、アワ、キビ、モロコシ、アマランサスなどがある。ありがとうございます。